趙雲、趙飛の奮闘により劉備は甲賀に逃げ延びた。劉備を破った曹操は悠然とその軍勢を江東に向ける。諸葛亮はこの動きを見るや江東に赴き孫権に共闘を申し出た。孫権には弱小勢力の劉備と結ぶ利はない。だが天下で曹操に対抗しようとしているのは劉備のみ。迷う孫権に諸葛亮は説く。我が殿劉備はたとえ孫権殿が降伏しようとも戦う。己が理想をなすために決して諦めない。この言が英雄孫権の心を捉えた。彼は曹操からの降伏勧告を跳ねつける。一方劉備は孫権と共闘態勢を取るべく趙雲らを出陣させた。決戦の地赤壁を埋め尽くすは覇道の大船団。対するは劉備と孫権の急増連合軍。火花を散らす両軍の将は誰一人として気づかなかった。この対戦が実は我領の手中にあったことを。この戦い、東南の風が吹くか否かにかかっている。軍師殿の風を呼ぶ祈祷が妨げられぬよう心せねば。しかし曹操の野郎、えらい大軍で攻めてきたもんだ。兄者はあんなのと正面切ってやり合おうってんだよな。張飛殿が臆された。ワクワクしてんだよ。体の真ん中から力が湧いてくる。奇遇ですね。私もそう感じていたところです。それに軍師殿の計があれば必ず勝てる。趙雲殿、諸葛亮殿のご様子はいかがですか？ご祈祷に入られました。あとは軍師殿のお力を信じるのみです。趙雲様、諸葛亮様よりご命令です。秘密裏に進軍を開始せよとのこと。秘密裏に？曹操の退路へ先回りせよとのことです。そして孫権軍より先に撃つべしと。了解した。祈祷所の守備は趙飛殿にお任せする。はっ。劉備殿、私に力を貸していただけないでしょうか？もちろんです、趙雲殿。ありがとうございます。では急ぎましょう。趙雲殿、こちらへ。諸葛亮殿が用意した船があります。軍師殿のお考えが知りたい。この大軍を破る策とはいかなるものか。それに殿下三分とは一体。いや、今は戦に集中すべきか。
機殿、水先案内を頼みます。曹操軍の退路を断たなくては。お任せください。慶州水軍の操船術ご覧に入れましょう。その姿を見失いました。
遅かったんだ。そもそもはもうここにはいないわ。かけてみろ。時間は十分稼いだぞ。